皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安瀬でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まず皆さん、昨日はすいませんでした。あの動画をね、寝ぼけながらね編集してまして、そのまま寝落ちしてしまってね、その昨日のうちにね動画を投稿することができませんでした。このね、毎日投稿しているのにね、気づいてらっしゃる方々はね、 YouTube ではこう僕の動画が上がってこなかったら、え、やすなんかあったかなってね思わせてしまったかもしれません。本当にすみません。今朝ね起きてね、慌てて編集の続きをしましたので、僕は元気です。ということでね、今日のお話に入ります。この季節っていうのはですね、そのお風呂上がりってね結構最悪じゃないですか。と言いますのも、まあこうね、気温が高くなってくると、まあこういくらエアコンを効かせててもね、その温度というか、まあ湿度が上がるとですね、その肌で感じる暑さっていうのはなかなか引いてくれませんよね。こうなんていうか、涼しい風にね当たってても、ね、その風からちょっとずれると、またこうじっとって汗がね吹き出してくる感じがあると思うんですよ。そうするとですね、こういつも そのお顔やね、体に塗ってる、その僕の場合はこのステロイドの塗り薬があるんですけども、それを塗ってるんですけども、そのいつもの分量ではベトベト感がねひどくてね最悪なんですよ。なんでね、ここ最近っていうのはいつもよりもちょっと少なめにして、その顔と頭皮と、まあ、体にね塗ってたんですよ。あ、頭皮はね、ヒルドイドっていうのは、あの皆さんご存知だと思うんですけど、保湿力抜群のやつあるでしょ。僕はそのヒルドイドのローションタイプなんですけどもね、こうなぜかこう超美意識高い系の女性がですね、病気でもないのに、皮膚の病気でもないのにですよ、なぜかどこかで仕入れてるやつをね、僕はちゃんと病院から処方してもらって使ってるんですけども、それもいつもよりも、まあこの時期やからね、少し少なめで塗ってたんですよ。そうするとですね、顔の肌がねちょっとピリピリしたりとかね、まあ耳がね痒くなってきたりねしてしまったんです。で、次に頭皮もね、なんかポリポリポリって痒くなってきたんですよ。皆さんの中でもね、まあ、特に女性の方でしたら、そのお化粧をされますので、そのスキンケアをされますよね。で、そのスキンケアをいつものスタンスでされてたら問題ないでしょうけど、まあこうも暑いとね、やっぱ面倒くさくなってきたりするわけですよね。で、たまにそのね使う商品の分量とかを間違えてね、まあ少なかったりねするともそうやし、あともう容器が空っぽになっているのをね忘れてて、でもう買いに行くのを忘れてたっていう状態やったら、もうお肌に何もつけないやつがあるわけでしょう。そうすると、まあお肌のね感じが変わってきてしまうじゃないですか。カサカサしてきたりとか、まあちょっとヒリヒリしたりすることってもありますよね。もう最近のね、その僕のその分量を減らしたことによってですね、その特にまあその外に出て太陽を浴びることも別にしてないんですけど、なぜかね、そのそれによく似た症状がね出てきてしまっております。なのでね、まあ、それに気づいた昨日のね夜からね、分量を元に戻してね塗ってるんですけどもね、まあそう簡単にね症状が早くに収まるほどその即効性がある薬とかではないですから、でしかもそういった症状っていうのはね、その回復に即効性はありませんので、すごくね苦痛です。こんな症状が現れたからね、その今頃になってね、皮膚の GVHD がね出てくるというね恐怖にね怯え始めております。それもね、その免疫抑制剤が減ったからっていうのもあるのかもしれませんけどもね、その先週のね8月20日の、通院の日にですね、免疫抑制剤の飲む分量がね減量したんですけども、過去にですね、その免疫抑制剤が減った時にも肌に異変があったんかってね思い返してみてもね、そうでもないんですよね。その肌にね、今回のようなその違和感、まあ、お顔が主になんですけども、お顔と頭ですね、が主になんですけども、まあ、違和感っていうのを感じたのは、まあ、去年のね、10月にね、その、出かけてて車で走ってる時に、西日に照らされて、で、その日の夜にお顔がヒリヒリしてきたっていうお話をね、当時の動画でしたことがあるんですけども、その時はそれ以上はひどくならなかったし、まあ、引きずることもなかったので、まあ、ほんまに何もなくてよかったんですけども、でもその時っていうのは日焼けで影響が出てたわけなんですよ。しかし今回は日焼けをするようなことは、してないし、そのね、そんなこと
こう、まあ、外にも出てないからそんな行動も取ってませんので、なので考えられることといえば、その免疫抑制剤が少なくなったことと塗り薬の塗布量が少なかったことっていう、この2つが考えられるんです。それか、まあこれはね、この可能性はまあなきにしもあらずなんですけども、そのエアコンのね、乾いた風によるその部屋の乾燥ですかね。まあ、いずれにせよ、まあね、肌に影響が出てしまっているということでね、まあ、不安しかないんです。まあね、その影響が出ててね、そのままにしておいたらね、まあ、ひどくなると GVHD になりますので、それは困るんですよ。その皮膚の GVHD っていうのはね、入院中に激しく出てきて、僕がなったバージョンではね、その全身の皮膚という皮膚がね、ガサ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 ってなって、ね、本当に大変でした。多少ね、痛みがあったんですけどもね、まあ、そこまでね、かゆさっていうのはね、ひどかった記憶はね、ありませんね。まあ、痛みの方が強かったからかなっていうふうに思います。ほんで、そもそも GVHD というのはですね、その移植変態宿主病とね、日本語では言いまして、造血管細胞移植、骨髄移植とか末梢血管細胞移植、再帯血移植の時に、輸注される、もらう体の中に入れる、その造血管細胞浮遊液っていうのが、まあ、その中に含まれる、リンパ球っていうのがね、一緒に含まれてるんですけども、それがね、体の中に入ってきて引き起こす合併症なんですよ。造血管細胞移植の目的っていうのはですね、そのドナーさんからその造血管細胞リンパ球っていうのをもらって患者さんの体の中に入ってる、白血病細胞をね、悪い細胞をね、攻撃してくれることなんですけども、ドナーさんの、そのね、強いか、あの、戦ってくれる細胞がですね、攻撃する相手っていうのは、まあ、患者さんの体の中に入ってる白血病細胞だけとは限らないんです。このね、白血病とは何の関係もない正常な細胞、臓器っていうんですか、腸とか肝臓とかね、皮膚などもね、そうなんですよ。攻撃してしまうことがあるんです。で、大体、その移植をしてすぐの入院中に、こういったその GVHD っていうのは激しく出ます。退院してからね、ひどくなったという声はね、あんまり聞いたことがないですね。しかし今回の僕のようにね、どこかがダメージを受けてしまうことをね、それをいいことにですよ、改めてね、その僕の中でこう今走り回ってるね、ドナーさんを戦ってくれる細胞がね、改めて僕を攻撃してくれる可能性があるんです。それでね、今は肌がピリピリしてて耳が痒くなってきたりしてますので、まあここからね、悪化してしまうんじゃなかろうかとね、思ってるんです。それが起こってしまいますとね、まあそのほんまに皮膚の GVHD になってしまうんですよ。移植を受けた皮膚というのはですね、移植前処置、移植の前にするで超大量抗がん剤とか、放射線治療とかあるんですけどもね、まあ辛かったんですけども、それによって皮膚のね、再生に必要な基底細胞とかね、皮膚膜のね、機能がね、こう障害されてしまって、皮膚がもう薄くなって乾燥してきて傷が出やすい状態になるんですよ。で、そのために皮膚の GVHD がない場合でも非常に弱い状態になってしまいましてね、まあ、予防のためにね、そのケアを断続的に行うことがね、大切なんです。まあ、このことからね、考えられることっていうのはですね、ベトベトするようになったのが嫌だからといってね、塗り薬の塗布量をね、薄くしてしまったことが原因だったのかもしれません。ね、あの、まあ、移植前処置でね、抗がん剤をやって、ただでさえそのね、皮膚のね、状態がね、弱くなってしまった上に、その移植をして GVHD が発症してしまって、発症しやすくなっている状態やったのにね、それが収まってきて、他のところも良くなって、白血球の数が増えて、ちょっと元気になって退院して今に至るっていうのですよ。ちょっとの僕の油断で、またそういうのが出てきてしまって、可能性もなきにしもあらずなんで、予防のためにね、ケアを断続的に行っていくっていうことがね、大切。予防のためにね、そのケアを断続的にね、ずーっと行っていくことが大切なんだということがね、身をもってね、体験できました。確かにね、こう今までにね、その太陽にさらされてないにもかかわらず、こんなことになることってまあなかったんですよ。というかね、まあ、病院の先生からはね、まあ、塗布量を減らしてもいいんですよともね、言われてなかったので、言われてないことはやっぱりやってはいけなかったんやなっていうことですよね。なのでね、塗布量をね、怠ることなくね、ケアをしていきます。ただのね、自業自得でした。まあ、そんな感じでね、今回はね、結果的に自分のミスで肌に影響が出てきてしまったというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。
バイバイ。僕は元気でーす。